皆さんボンジョルノ、このシリーズでは2022年12月21日に、脊椎後方固定術を受けた私自身が、完全復帰までの闘病生活をドキュメントしていきます。前回エピソード7では退院の日の様子をお伝えいたしました。今は1月の4日、手術を受けてちょうど2週間になります。この間に私が気がつきましたこと、それから注意しなければいけないなというふうに思ったこと、便利グッズですとか、部屋の中の工夫、そういったことを少しお伝えできればいいなというふうに思います。この手術を受ける予定の方には少し参考になることがあるかもしれません。それからまた手術に関係なく腰痛をお持ちの方にもですね、ためになる要素が少し入ってるかもしれません。ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。 Let's get rolling。 退院後に私が何に最も神経を尖らせていたかなというふうに思いますと、一番目は姿勢です。私の注意力エネルギーのほぼ 90% がこの姿勢ということに注がれていたと言っても過言ではないというふうに思います。2番目が転倒防止、それから3番目が、自分で行うリハビリテーション、セルフリハビリですね。ではまず、術後私が最も注意すべきと思っています、姿勢について少しお話ししたいと思います。稲波病院のリハビリ山内先生や執刀してくださった高野先生が何度も私におっしゃってましたけども、姿勢を良くしていなければ手術の効果が失われる可能性があるということです。ではどういう姿勢にすべきかといいますと、ざっくり私自身のイメージですけども、一言で言うとロボット、あるいは丸太、そんなイメージが少し参考になるかもしれません。逆に取ってはならない姿勢や動作は3つです。一つはですね、体を屈曲させることですね。上半身下半身がありますと、こういうふうに前屈させたり、それから左右に湾曲させたりということですね。それからもう一つは、重いものを持ち上げるということですね。前かがみになってよっこらしょと重いものを持ち上げること、さらにもう一つはですね、上半身と下半身をひねる、ねじることですね。これらやってはならない姿勢動作のことを BLT、アルファベット3つでですね、 BLT と表現することがあります。 B はベンド、曲げるということ、それから L はリフト、前かがみになって重いものを持ち上げるということ、それから T はトゥイスト、ねじるということですね。覚えやすいですね。ベーコン、レタス、トマト。私のまた勝手なイメージですけども、この BLT を術後早期に繰り返したり、あるいは BLT を強い、力で行ったりしますと、どんな風に悪いことが起こるか、私のイメージではですね、せっかくこう打ちつけてもらった金属ですね、これらがだんだんずれてきてしまったり、あるいは最悪そのボルトが外れちゃって、金具が外れてしまったりですね。もう一つはですね、椎間、脊椎骨2つの隙間にですね、ケージっていうのを、埋め込んでもらったんですけども、そのケージがですね、だんだんずれて、椎間板ヘルニアのような状態になるということが考えられるのではないかなというふうに思ってます。せっかくの手術が台無しにならないように、この BLT を徹底的に避ける生活、これがしばらく続くことになるわけです。それでは BLT を避ける生活の一端をご覧いただきたいというふうに思います。まず B ですけども、先ほど申しましたようにベンド、曲げるということ、一番多く発生するのは、床に落ちているもの、これを拾い上げる、動作ではないでしょうか。この床に落ちたものを拾い上げるときに前かがみになって行うということは、今は絶対避けなければいけないわけです。ではどうするかといいますと、ここで登場するのがマジックハンドです。
私は3本揃えました。まあ、3本揃える必要ないのかもしれませんけども、とりあえずAmazon でですね、比較的安くて、しっかりしたものを選んで購入したつもりです。短いもの、これは45センチ、それから、中くらいのものは見えますかね、これ56センチ、一番長いのは83センチあります。もちろんね、床に落ちたものを拾い上げるときにはこの83センチを最も頻繁に使います。一番短いのはですね、靴下を履いたり、それからズボンを履いたりするときに使います。まあ、これは非常に便利だというふうに私は思っています。それからその中間ですね、床ほど低くはないけども、ソファーの上ですとか、ちょっと低めの台、椅子の上なんかにあるものを拾い上げるときですね、この56センチですか、これがあると便利だというふうに思います。これからこのマジックハンドを購入予定される方、私から一つアドバイスがあります。実はですね、そのこのマジックハンドの先端、いくつか形状があると思いますけども、まあ、これは一番シンプルなものです。床に落ちたものをですね、拾い上げるですとか、そういった時にはですね、このシンプルな形状で全く問題ないというふうに思います。ただ台所の一番下の段の引き出しを開けたりですね、そういったシーンの時にはこの形状のものが非常に役に立ちます。ちょっと違いますよね。ご覧いただけますか。そうなんですね。これは挟む面と、直角にですね、フックが、前後に出ています。まあ、どっちが前でどっちが後ろか分かりませんけども、挟む面と、直行した方向にですね、フックが出ています。このフックがですね、非常に役に立ちます。回転させて、これをですね、引き出しに引っ掛けてぐーっと引っ張ると引き出しが開くわけです。またですね、このシンプルな形状で挟んで重いお鍋とか持ち上げるときですね、どうしても重いものはですね、スルッと抜けてしまうことがありますけども、こいつはですね、挟み上げるのではなくてこのフックで引っ掛けて持ち上げるということができますので、そういったシーンでは非常に威力を発揮いたします。ちなみにこの中くらいのものはですね、 Amazon で3750円でしたので、他のものは、まあ、600円から900円、1500円ぐらいで買えるので、ちょっと高めかなと思いますけども、できたらですね、一番長いものに関してはこういった形状のものを持っておいても悪くないんじゃないかなというふうに思います。まあ、3本ね、揃えるのがトゥーマッチかなと思う方はですね、2本でもいいと思います。中くらいのものはなくてですね、長いものと短いもの、ただしこの長いものの先端にはですね、繰り返しになりますけども、こういった形状のものを選ばれると賢明かなというふうに思います。 BLT を避ける生活の一端をご紹介していますけども、マジックハンドの次はベッドに行きましょう。ベッドの乗り降り、これも非常に大事だと思います。もちろん他の YouTube でもたくさん紹介されていますけども、私なりの方法、工夫も紹介させてください。私の場合はですね、このような手すりを妻が購入して設置してくれたのですが、これを活用することで、BLT を避ける姿勢をキープしながらベッドへの乗り降りを行うことができます。イメージとしては自分が丸太になった感じですね。この表現は稲波病院の看護師さんから教えてもらったのですが、とても分かりやすいです。いつも思い出しながらこの動作を行っています。ついつい手術前のようにドサッとベッドに横たわりたくなるのですが、そこはじっと我慢です。少しでも良い骨形成を行うために、我慢続けるしかないと思っています。とここでのコツの一つとして、上になった方の腕の手を
を胸の前を通ってベッドに押し付けプッシュすることです。この手のプッシュの力が上半身下半身のねじれや湾曲を防いでくれて BLT を回避してくれます。トイレについても少しお話しさせてください。で、まあ、退院して自宅に帰ってきてトイレを見たらですね、妻がトイレに手すりを設置してくれていました。この手すりがですね本当に助かります。この手すりに頼って座ったり立ち上がったりすることで BLT の主に前屈動作を極力回避することができます。このトイレの手すりはおすすめしたいグッズです。もう一つ風呂場の椅子ですね。これも完全防水でしっかりした手すりがあり高さも50センチあるんですね。これは座ったり立ち上がったりがめちゃめちゃ楽で BLT を避けることができます。そして体を洗うときはもちろんですが足の指や足の裏を洗うときには欠かせないものになっています。ではここからは2番目の転倒防止について私が思っていることを少しお伝えさせてください。私が術後2週間で経験したヒヤリハットは3つです。まず1つ目、夜中にですねトイレに起きたんです。真っ暗な中をですねベッドからよっこらしょっと起き上がって歩いている時にですね、ベッドの足の方の角にゴツンと当たってですねよろよろとよろめいてしまったんですね。本当にヒヤリとしました。非常に危ないので、それからはですね夜、もし起きるようなことがあればスマホの iPhone のライトをつけて、それを手がかりにゆっくりゆっくり歩いています。2番目はですね2番目のヒヤリハット、子供の椅子ですね。子供の椅子、安定させなきゃいけないんで、足がですね非常に広がっています。裾野が広がっています。これは術前もですねつまずくことが時々あったんですけども、術後もやっぱりやってしまいました。ゴツンと当たってよろめいてしまった。これはですねでもどうしようもないですね。一応テープを貼って注意できるようになってるんですけども、これはどうしようもない。なので、特に今のこの時期ですね絶対こういったところに当たってよろめいたり転倒したりしないように、とにかくゆっくりゆっくり、ロボットになったイメージで生活するしかないというふうに思います。3番目は、子供が椅子の上で遊んでいて、落ちそうになった時、とっさにそれを助けようと手を出した時ですね。これもあるあるですね。これはもう無意識でやっちゃうんで、仕方ないといえば仕方ないんですけども、なんとかねこういったことも避けなければなりません。もちろんね子供が椅子の上で遊んでいたら、早めにそれをやめるように注意することは大事だと思いますけども、もし万が一こうよろめいて落ちそうになってしまった時ですね、判断しなきゃいけないです。子供はね案外柔軟で強いです。落ちてもね何ともないことも結構あります。そんな状況の中でですね自分が思いっきりこう体をひねってそれを助けようとしてしまって、万が一その手術したところの金具が外れたりずれたりという悪いことが起こってですね、また症状が再発するようなことがあれば、これはですね家族全員にとってとても悲しいことになってしまうわけです。ですから懸命な判断、しなければいけないというふうに思います。とっさのことなんでね難しいんですけども、あらかじめそういうことをですね、考えておくこと、それが大事かというふうに思いました。あとは私は経験していませんけども、床の上に伸びている電気コードですね、これでつまずいて転んじゃったという話が時々あります。これはですねもう本当にきれいにシンプルに配線して、うまく収納しておくしかないというふうに思います。あとうちはですね今ご覧のように、
階段に、滑り止めがついています。それと風呂場、お風呂の洗い場ですね、ここにも滑り止めを設置しました。屋外ではやはり杖ですかね。これは迷うところですね。でもあっても悪くないというふうに思います。もちろん自力で歩くことはできます。しかしいざという時にこの杖は役に立つのではないかなというふうに思ってます。例えばまだ私出勤してませんけども、出勤の時の満員電車なんですね。これでこうガタンと電車が急停車したり、振動で動いたりした時にですね、他の乗客がドンとこう当たってきたりした時、こういった時にですね、強くよろめくとやはり BLT に相当する動作が発生するのではないかなというふうに思います。こんな時に杖があるとですね、非常に、心強いと思います。あとはですね、杖を持っていると、あとのヘルプマークですね、ヘルプマークをつけて杖をついて歩いてると、うまくすれば電車の中で席を譲ってもらえる可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういう世の中でありたいですね。姿勢のことでもう一つ重要なことがあります。それは椅子に座る姿勢のことです。この間お伝えしましたように、座っている時の方が立っている時よりも自分の背骨には、より負担がかかっていると。脊椎骨の間、椎間板に、より圧力がかかっているという私にとっては衝撃的な事実がありました。このことでですね、私はいろいろ考えました。それで、椅子は買い替えようと思います。オフィスの椅子ですね。非常に座っている時間が長いですから、これについてはですね、改めて別なエピソードでお伝えできればなというふうに思っています。そのエピソード出来上がりましたらまたアップしますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。最後にセルフリハビリの件ですね。いろいろ習いましたけども、そしてそれらは実行してますけども、私が勝手に思っていることはですね、スクワット、これをしっかりやっていくのがいいのではないかなというふうに思ってます。その理由はですね、さっき言いましたように床に落ちたものを拾い上げるときに前屈 BLT を避けるために、長いマジックハンドを使って拾い上げているわけですけども、日常の生活をやっているとですね、マジックハンドが遠いところにあったりするとですね、ちょっとした低い位置のものをですね、さっと取りたくなるじゃないですか。そんな時にですね、ついつい前屈になってしまうんですけども、それを回避するためにですね、スクワット状態で、尊虚に向かうような姿勢っていうんですかね、背骨まっすぐ伸ばしたままで、スクワットをして拾い上げるというようなことをやるのが、BLT を回避する一つの方法ではないかなというふうに思っています。スクワットを早めにたっぷりやることによって、そういった筋力を鍛え、尊虚姿勢を取りやすくする、これによって前屈、BLT を回避するオプションを一つ増やしておくのが賢明な方法じゃないかなと、これは勝手にですけども思ってるわけです。ということで、今回のトークはそろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。ちょっとでも役に立ってればいいと思います。明日からいよいよ職場復帰なんですね。うまく復帰できるでしょうか。電車通勤のこと、それから職場での業務のこと、考えますといろんな不安があります。けども実際経験してみないと分かんないことだらけですね。またうまくね、カメラで、それを撮影できるかどうか分かりませんけども、できればですね、その職場復帰の様子、を新しいエピソードにしてまたアップしたいというふうに思っています。うまくアップできましたら次回またそちらでお会いしましょう。チベリアンを聞いて、チャオチャオチャオ。